皆さんこんばんは、開封大好きよしひろです。そしていつも応援ありがとうございます。その応援の甲斐あってが、本日なんとチャンネル登録者2万人達成しました。ありがとうございます。はい、というわけでね、まあ2万人達成した今回なんですけど、まあなんでこんな格好してるかっていうと、まあここ最近ね、ずっとYouTube でおいしんぼ見てて、おいしんぼ面白いなと思ったんで、まあ山岡四郎の格好してたんですけど、まあコメントに、あ、コンスタンティンですよねって言われて、コンスタンティンの方がかっこいいなと思って、コンスタンティンです。どうも皆さんこんにちは、コンスタンティンです。というわけでね、まあこのケアヌ・リーブスが送る、まあ超楽しいね、マジック・ザ・ギャザリングの開封動画なんですが、まあ今回はね、2万人記念ということで、ちょっとね、ずっと開封できなかったあるものをね、開封していこうと思います。まあそれなんですけど、まあ9月ぐらいにね、まあいつもアリーナ配信とか見てくださってる方が、まあ自分もそのパックとかのその提供してもいいですかっていう、まあ DM があって、まあ送ってもらった物体がこちらなんですけど、これね、マジでやばかったね。もう本当にね、もう開けた瞬間ぶっ飛んだよ。もうなんか精霊が飛び出してって周りの人間何人か食ってったんで、もう俺はこいつのことをね、通称アークと呼んで、まあずっと家に保管してたんですけど、まあやっぱね、アークもね、まあいつかは開けたいわけですよ。で、アークを開けることによって、まあ世界は滅びるかもしれないけど、まあ2万人記念だからね、まあ多少滅びてもいいやっていうことで、まあ今回は、まあこのね、アークを開封していこうと思います。ちなみにね、これマジですごかったよ。びっくりした。パックこんなもらっていいのかっていうので、なんかその、幸福度よりも先に、え、どうしようみたいな、その戸惑いが来たから、まあそれぐらいすごいもんなんで、まあ今回はね、2万人記念ということで、まあそんなね、凄まじい開封が、ちょっと皆さんにね、お見せできると思うので、まあよかったら最後までごゆっくりご覧ください。てなわけで、開封大好き。はい、開封大好きシーズン2から始まるね。まあ、ポーズ兼コンスタンティンのポーズが決まったところで、まあ、今日の開封やっていくんですけど、ね、ちなみにコンスタンティンはね、なぜか俺の人生でね、やたら結びつきがね、強い作品なんですよね。そう、なんか映画見るもんないなっていう時に、なんかふとね、なんとなく見た映画が、まあ、最初コンスタンティンだったっていうのもあるし、で、あと PSP がさ、出た時に、その PSP で映画が見れるぞっていう時に、まあ、ソフト買いに行くしかないなと思って、買いに行ったらコンスタンティンしか売ってなくて、まあ、コンスタンティン買ったっていうのもあるし、で、あとね、まあ、究極はね、まあ、俺の友達が、まあ、バンドを始めるっていう時に、なんかバンド仲間に外国人がいるっていうのを聞いて、名前なんていうのって聞いたら、コンスタンティンっていうので、本当にね、本名コンスタンティンっていう人もね、まあ、俺の人生の周りにいるぐらい、コンスタンティンはね、なんかやたらコンスタントに俺の人生にまとわりついてくる作品なんで、まさかコメントでさ、山岡四郎のつもりだったらさ、コンスタンティンですよねっていうのはね、結構びっくりしたよね。はい、そんな無駄話は置いといて、今日の開封。で、これなんですけど、そう、これね、開けた瞬間ね、まずね、箱が2個入ってんだ。まあだからもうこの外箱はもうこの段階でほぼ用なしで、まあこれを出すんだけど、これと、これ。で、あと手紙。で、この可愛い便箋の手紙なんですけど、まあ書かれてる内容はたった一言、いつも楽しい動画をありがとうございます。やばいよね。こんなに端的にパワフルなね、内容がまとまってるね、ワードはないよね。そう、すべてのクリーチャーを破壊するじゃないけど、もうたった一行で、もう投稿者はね、もう嬉しさの極まりでございます。そんな素晴らしい手紙に加えて、まあこのパックなんですけど、そう、このパックがね、やばいんだよ。そう、俺もらった瞬間に、まず中身確認しようと思ってパッと開けたんだけど、俺そっから、2ヶ月ぐらい、放置したのかな。そうだよね。なんかいや、これ今すぐに開けても俺どうしようもないぞみたいので、なんかタイミングが来るまでちょっと置いとこうっていうので、まあ本日まで置いてたんだけど、いやね、内容がね、マジでね、量もやばいんだけど、火力もやばいのよ。だからさ、まあ今からちょっと紹介していくんだけど、これどういうタイミングでさ、開けていこうかな。なんかあんまさ、そんなね、バン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 さ、いいパック開封開けてもさ、俺普段さ、そんな買えないから、そんなん連チャンしすぎたらさ、なんか普段の俺の投稿になった時になんか物足りないなみたいになっちゃうんで、ちょっと考えながら、まあ、ちょっと紹介していこうと思います。まずはエクソダス、やばいね。エクソダスがてっぺんにあるのがやばいよね。エクソダスはね、今年の初めぐらいにもね、俺提供してもらって開封したんだけど、あの時で1パック1万8000とかしてたんだよな。で、さらに、まあ、その当たりカードである適者生存だとか、まあ、裏切り者の都だとか、あと精神力とか憎悪とか、あの辺とかもね、まあ、年々値上がってて、で、特にね、裏切り者の都はね、あと1枚欲しいんですよね。だから、そのま、都探しっていうのでもエクソダスは嬉しいし、で、このエクソダスだけでも嬉しいのに、なんとね、なんか後ろにさ、ストロングホールドっていう、もう超やばいのを控えてんだよね。そう、ストロングホールドは、まあ、スリバークイーンと、あとモックスダイヤモンドが。で、モックスダイヤモンドがね、やっぱ逃走者の需要でね、もう年々とんでもない値段になってってるから、
だこれもやばいんだよね。というわけで、まあ、てっぺんまずこの2つやばい。エクソダスとさ、ストロングホールドなんかもう1パックでさ、動画1本作れるレベルだから、これはね、まあ、2万人記念だから、ちょっとま、近いうちに開封したいと思うけど、まあ、これは今日ではないね。そう、お前はいつか開けるだろうけど、まあ、今日ではないと。で、お前にでもないと。まあ、俺なんだけどさ。で、というわけで、まずはエクソダスストロングホールドと。で、こっちがね、マスクス2個かな。なんかね、この方は、なんか、そう、近くのハレルヤでよくそのパック買ったりしてコレクションしてたらしいんだけど、なんかそれがなんか、ま、ひょんなことで、なんか俺の元に来たっていうので、なんかま、コレクションしてたやつさ、送ってもらってなんか悪いなと思うけど、なんかま、送ってもらったからにはね、そういうの記念になるような動画にしたいよね。そう、この間さ、まあ、あの M さんのさ、引退品、まあ、俺がドケチな値段で買ったっていう動画あったからさ、あれとかさ、結構低評価つくかなと思ったけど、まあ、やっぱりその本人も喜んでて、いや、こんないい、あの、記念にしてくれんだったら、なんか、売ってよかったわ、みたいなのだったから、で、まあ、その皆さんの評価も良かったんでね。だからま、そういう大事にしてるもんを譲ってもらったんだったら、なんかそれなりのね、なんかその記念になるような動画にしたいよね。というわけで、メルカディアマスクスも2パックと。で、マスクスもね、光ると高いカード結構あるんだよ。そのリシャポとかさ、まあ、そのスクイーとかさ、なんかそのシンボリックなカードはね、光ると高いから、結構この辺とかもね、まあ、パックで買うとやばいよね。で、そしてウェザーライトですよ。ウェザーライトね、ヌルロットがすごい高くなったから、そのせいかね、結構これもね、今ね、買うと高いんだよ。そう、2年ぐらい前までは、そう、2年前ぐらいね、本当に安くて、え、俺500円とかで売ってたのすらも見たのよ。だけどね、なんか本当になんか昨今のその高騰の煽りみたいなの受けて、で、こいつ、これおもろいよな。本当にこんなクリーチャーいるのかよと思うかもしれないけど、まあいるんですよね。これおもろい。マジで世紀末リーダー伝たけしのあの世界観だよな。もう顔の作りがね、マジでたけし風なんだよ。まあこいつがね、気になった方はね、ぜひまあ検索してみてください。で、当たりで言うと、まあヌルロットぐらいなんだけど、まあそれでもね、まあ、小型セットだからウェザーライトは、まあ、ヌルロット探しに行ってもね、結構見つけやすいパックだと思うので、まあ、これも開封向きっちゃ開封向きだよね。ありがとうございます。で、そして、ちょっと待って、こっちから行くか。これ、そうだよね。うん、このプチプチくん越しでもわかる、このラブニカ感。そう、ラブニカといえばね、まあ、俺と大輝とゴーが初めてマジックを、まあ、初めて、まあ、あいつら2人が初めてで、まあ、俺はオデッセイぐらいからやってたけど、まあ、俺ら3人のね、始まりのパックっていうことで、結構ね、一枚一枚古文とかに至るまで、なんか、語りどころが多いセットだから、これどうしよっかな。どうせだったらゴーとか大輝とかいるときにさ、撮りたいよね。なんか話弾みそうだしな。ただ話弾んだときになんか、大輝と喧嘩になりそうだから、なんかどうしよう。どのタイミングでやろうかな。まあ、ゴーかな。いや、でもゴーよりもね、大輝とラブニカをいじってた期間の方が長いから、まあ、大輝かな。ちょっと待って、確認。これこれでラブニカじゃなかったらマジで笑えるから。まあラブニカだわな。ちょっとね、ハサミあったよ。はい、ラブニカトーナメントブースターでございます。これもね、やっぱショックランドあるしね。いや、ピカピカ。そしてこのおもちゃ売り場にぶら下がってたこれ、俺これ好きなんだよな。これをこうすることによって、もうなんかもう俺だけのトーナメントパックっていうのでね、なんか部屋とかにさ、引っ掛けたくなるよな。これ100均でさ、フック買ってきてさ、引っ掛けたらさ、なんかめちゃめちゃテンション上がらない。やばい、ちょっと待って、これ開けるんじゃなくて引っ掛けるっていう楽しみもあるぞ。まあ、ラブニカギルドの都、ゲットだぜやばい。で、そしてこれ、これさ、これってさ、もう最近見ないぞ。え、テンペストのさ、トーナメントパックだよな。テンペスト自体が今1パックさ、1万5000円とかさ、してる中で、その3パック分に相当するトーナメントパックはやばいよね。え？だ、いや、本当に見ないよ。マジで。うん。そんな3倍の火力を持ったテンペストのパックなんか、もう現れてしまったら一体どうなってしまうんだっていうので、ちょっと待って待って。梱包もね、だいぶ頑丈になってる。テンペストさんほどのね、人間を梱包する際は、それは梱包員も全力をつかさざるを得ないというので、梱包がもうここに極まれりって感じで究極梱包されてる。うわー、マジちゃんと新品テンペスト。うわー、ラースのドラゴンえ、そうだよな。なんか構築済みデッキとかじゃなくて、マジのトーナメントパックだ。超綺麗。待って、これさ、開けんのよくないだろう。テンペストのトーナメントブースターとかもう
でも俺が保管したらさ、これ提供してくださったのにわけわかんなくなるから。うわ、俺このサムネは今まだ作ったことないわ。そう、テンペストのそのトーナメントブースター真ん中にあって、多分あの左右に漢字2文字ずつ入れるみたいな、やったことない。やっべー、ちょっと待って、テンペブースターやばいっしょ。というわけで、なんか待って、絶対食べれるやつじゃなかったわ。なんだっけこれ、シリカゲルだっけか、もしくはあの砂糖、どっちか。後で食べて確かめてみたいと思います。で、まあこれは置いておいて、これ置いとけないんだけど、そう、まあここだけでもさ、もうとんでもない話なわけですよ。もうこれだけでもさ、もうどれからやろうか目移りしちまうぜみたいになるんだけど、あのね、こっちもやばいんだよね。で、こっちなんですけど、これやばいよな。このあのバンドルのさ、下についてるさやつじゃん、これに入れる中身がこのウルザズレガシーとミラージュトーナメントブースター。これはね、やばいね。ミラージュも最後に開封したのいつだろうな。2年前とかにさ提供してもらって、俺提供してもらってばっかだな、自分で買えようって感じするけど、2年前とかにね、そう、その時でも1万2、3000とかだったけど、もう今なんかさ、もうわけわかんないぐらい高いだろうな。そう、あの時さ、LED、そう、ミラージュの一番の当たりであるライオンの瞳のダイヤモンドが2万とか3万とかの時で1万2000とかだったから、で、今 LED さ、もう7、8万の商品じゃん。そんな7、8万のLED が当たるミラージュのトーナメントブースター、もうこれの価値はもう計り知れないよな。やばいよね。ちょっと値段で言うと、もうただただなんか下品になってくるので、まあそんなね、あのビッグなレアカードが当たるトーナメントブースターがここにあると。で、最後が、まあ、こちらのウルザズレガシーとサガ、ちょっと待って、なんだろう、あ、デスティニーじゃん。ちょっと待って、レガシーデスティニーの方がパック開封的にはいい。そう、このウルザーズレガシーで初めてフォイルっていう概念が生まれたんですよ。で、フォイルはね、当時ね、100枚に1枚っていう割合だったから、まあ今よりも、今ってね、確かめっちゃ出るんだよ。45枚に1枚になったから、もう全然封入率がね、違って、で、しかもまあ当時はパック高いわけじゃん。1パック500円とかしてて、で、さらにもう絶版じゃん。で、再録禁止じゃん。だからね、再録禁止のフォイルね、もう超絶異次元価格になってるんですよね、今。まあ、おごそかなモノリスが、もう今光ったらね、パワーナインともうピントレできるレベルになっちゃってるので、だからね、ウルザズレガシーはね、結構なんだろう、その、大当たりした時がもうパワーナイン級なんで、すごい。で、ウルザズデスティニーも、デスティニーはなんだ？何がフォイルで大当たりだろう。まあでもマスティコアがもう10万とかしてるし、で、まあトリチェリだとかね。で、まあウルザズレガシーがね、やっぱりね、ちょっとね、ある段階からね、デスティニーとレガシーの立ち位置変わったよね。そう、スタンキとかさ、まあエクテンとかやってた時は絶対レガシーよりもデスティニーの方が強いカードあって、なんかウルザズレガシーってパッとしないなみたいなの思われてたけど、もう昨今さ、まあモノリスがフォイルで高いってのもあるし、あとまあパリンクロンとかもあるのか。で、パリンクロンもあって、で、あれか、メグリムジャーのあのジャーもあんのか。あーだから結構普通にレガシーの方が当たりでかいのかな。はい、というわけで、まあ、ウルザズパック2個と、もう超異次元高級パックがこんなにいっぱいあると、まあ、2万人記念といってさ、まあ、これ広げたわけだけど、どうすんの。ちょっと待って、どうしようか。まあ、一応今回は、まあ、こういうものいただきましたっていう紹介で、まあ、収めようと思うけど、さすがにね、何かを開封したいよな。何いこっかな。だって、ウルザズ、気分的にはね、ちなみにウルザズレガシーを開封したいんだ。なぜならモノリスが欲しくて、で、もしかしたらモノリス当たるかもしれないじゃん、普通のだったら。で、そうなったら、まあ、これで前方確認した後に、まあ、俺があと何枚さ、モノリスを買えばいいかの、その参照にもなるから。だからね、ウルザズレガシーを開封したいけど、おそらくこの動画のサムネはウルザズレガシー映ってないから、せっかくこんないいものがあるのに、そのウルザズレガシーを発射するのは良くないので、まあ、2個ずつあるやつにしよっかな。ウェザーライトとマスクスにしよっか。ここだったら、まあ、ね、また後で動画撮れるから。で、ちょっとま、せっかくなんで今日はね、この2個開封したいと思います。
まあ、てなわけで、まあ、マスクス&ウェザーライトの開封やっていくんですけど、まあ、どっちもね、スタンダード当時遊んでないので、だから知らないカード盛りだくさんだと思うんですけど、まあ、メルカディアンマスクスの方はね、まあ、かろうじて俺、オデッセイぐらいから始めてるから、まあ、そのね、まあ、その2個手前のセットっていうので、まあ、ある程度は知ってるのあるだろうけど、ウェザーライトなんかはね、本当にさ、まあ、今活躍してるレアカードぐらいしかわからないから、で、さらに言うと、そのレアの並び順もわかんないので、この絶版特有のさ、で、しかもさ、レアシンボルの色がないじゃん。だからウェザーライトはね、なんかレアが来ても通り過ぎたりする、まあ、そんなね、結構ポンコツな開封になると思うから、先にウェザーライトから行こう。で、あとまあ、マスクさん一応フォイルがあるからね、まあ、そういう意味でもね、まあ、取りにした方がいいかな。で、ウェザーライトの開封なんだけど、ウェザーライト開封するの初めてかな。動画になってんのはなんかないような気すんな。この頃の匂いどんなんでしょう。あ、なんかちょっと特別な匂いするな。なんつんだろう。あ、で、やっぱね、裏の色もね、なんかね、気持ち淡いのよ。そう、これね、違い分かるやついたら、マジか。これちょっとね、ここの黒の色はね、違う。うん。違うね。なんか薄いけど、なんかその、ミスボらしい薄さじゃないね。なんかこういう色ですっていう、なんか淡いっていうのかな。なんか今年のそのテーマはこれなんだみたいので、なんかあえて薄い感じがしてね、俺は嫌いじゃないね。全然今からこの色に変えてくれても問題ない。で、まず1枚目なんだこれ、レアかどうかもわからないカード。はい、わ、出た、俺のこの英語検定読めね。セラテッドビスケリオン。お、ビスケリオン読めた。ビスケリオンは間違いないと思う。セラテッドの部分がね、多分音ゲーで言うとね、グレートぐらいしか合ってないと思うけど、ビスケリオンは多分パーフェクトだと思う。3マナ22でタップして、マイナ1カウンターをこいつの上に乗っけて、アンドマイナ1カウンターをターゲットクリーチャー。なるほどね。こいつにマイナ1カウンター乗っけながら、他のクリーチャーにもマイナ1カウンター乗っけられるってので、あれ強いんじゃないかな。で、自身のさ、サイズがもっとでかくなったらさ、まあ、毎ターンマイナ1飛ばせるわけじゃん。そうだね。まあ、自身が22しかないから、まあ、普通に使うと、まあ、2回やったらオダブツなんだけど、まあ、こいつのサイズが上がったりするとね、まあ、どんどんクリーチャーのやっていけるので、ビスケリオンよくね、結構いいカード。多分アンコモンじゃないかな、こんだけ強いっていうのは。多分レア、え、コモンじゃないよな。ってなるとアンコモンから始まってるから、俺の読みでいけばトップ4枚がアンコレア集団のはずで、こっからコモンなはず。はい、いや超コモンっぽい。絶対こいつコモンだわ、イラストでわかる。3マナ2にファーストストライク、ユーメイプレイ、ベナリッシュ、あ、ベナリアの人なんだ。ベナリッシュナイト、フェンネバーユークルプレイインス。おー、やばい、瞬速 2-2? せん、え、待って待って、レアだろ。え、瞬速 2-2 先生とかさ、鬼やん。なんかタフ2とかがさ、ね、楽しそうにアタックしたらさ、こいつに打ち取られるわけでしょ。やばくね。え、なんかね、8-2 とかさ、7-2とかがさ、いやいや、まあブロックされても相打ちでしょうと思ったら一方殺されるわけでしょ。やっべえな。なんかね、時々さ、古いパックさ、とんでもないクリーチャー飛んでくるから、マジックって面白いよな。え、これコモン？なんか不安になってきたよ。で、次。レイゾトゥースラッツかな。3マナ21で、can't be blocked expect by artifact。 あ、なるほどね。if 持ってると。もうその最近なくなった能力、そう。黒は、なんか知らないけど、なんか恐ろしい存在だから、その同じ黒か、逆にその人の心を持ってないアーティファクトにしかブロックされないっていうね。まあそういうね、メカニズムあったんだよね。まあというわけで、まあブロックされづらいラッツ21。で、次。何これ、このイラストレーター最近出てこないよな。まあ昔よく出てきたけど。アパッフィー、なんか多分違うな。グッドぐらいも言ってないと思う。で、1マナのオーラでエンチャントクリーチャー does not untap during controller untap phase。 なるほどね。コントローラーのアンタップステップに起きなくなると。で、1マナだから結構優秀だね。で、during the upkeep of enchantment creature controller that play may discard a card random to untap that creature。 なるほどね。ランダムディスカードすることによって、まあ、起こすことができると。まあ、ただその恒久的にさ、コストとして払い続けないと起きないから、だから、まあ、いつでも起こせるんだけど、ちょっと対価がでかすぎるから、相手からしてみればね、もうほぼ除去されたも同然みたいな存在になるので、1マナでこれ強いんじゃない？なんか逆にこれアンコモンじゃない？なんかこっからアンコモンの香りがしてる。いや、違うな。ラッツは絶対コモンだから、こいつもコモンでしょ。で、次のカード。アーデント、ミリティアか。ミリティア。アーデントミリティアは5マナの、ソルジャーで2号で、どうせタップしないと警戒ですね。
そう、あのアタッキング does not cause ardent militia to tap。 そう、あのアタックはミリティア、そう、アーデントミリティアをタップさせる理由にはならないっていう、あのそう、なんか英語ならではのね、そう、翻訳がいいよね。アタッキング does not、 アタックはアーデントミリティアをタップさせる理由にはならない。やばい、めちゃめちゃいいね。で次、バリアシールド。シールドはもう間違いない。この前の部分がもうやばい。めっちゃここミスる。なんだろう、読めないけど、1マナのオーラで、オーラされてるクリーチャーがプライチプライチと。で、さらに、サクリファイス、このシールドをサクると、エンチャントクリーチャーがプラ3プラ3と。おー、いいやん。まあ、恒久的にサイズ上げながら、もう最後のとどめの1打では、もうこれを破壊して、プラ3プラ3と。まあ、ガンダムシードの、デュアルガンダムのアサルトシュラウドを思い浮かべてくれればみんなすぐわかるはず。もうあの感じ。で、次のカード。で、次のカードは、ソートゥードオーガー。うん、これ自信あるね。ソートゥースオーガー。4マナ33で、if ソートゥースオーガーブロックズはブロックズ、あ、なるほどね。ブロックしたりされたりしたら、そのクリーチャーに、1点ダメージ与えると。はあ、だからまあ、タフ1とかがまあこいつブロックできないと。うん、だからしかもタフ1をブロックしても、その有無を言わさず、まあ、抹殺っていうので、なんか結構クリーチャーの質いいね。コモンのクリーチャーとかさ、全然インベージョンとかオデッセイの時の方が弱いから、なんか昔のクリーチャーってさ、弱いって思いがちだけど、結構なんかこの頃のクリーチャー、そう、エクソアスのクリーチャーとか読んでても全然強いから、なんかそのマジックっていうのはね、なんかそのクリーチャーが強かったり弱かったりみたいなので、なんか歴史を感じられるのがね、非常にいいよね。で、次。スピニングバードキックじゃない、ダークネスだった。スピニングダークネスは6マナインスタントで、うわ、なんか、でもインスタントがちょっとなんかありそう。You may remove the top 3 black card in your graveyard。墓地の黒のカード3枚まで追放してもよいと。で、で、何？で、オブプレイング、あ、追加コース、待って。まあ、いいや、とりあえず、追放した後、スピニングバードキックは3点ダメージ、ターゲット、ノンブラッククリーチャー、ゲイン、サンライフ。ちょっと待って、あ、わかりそうでわかんない。プレイング、スピニング、キャスティングコスト。フロムザゲームインステッド。え、これ追加コストっていうこと？違うよな。そんな弱くないよな。ごめん、あとはもう君たちの目で確認してくれとしか言いようがないカードだった。でも待って、まあ、早い話が6マナで、3点与えて 3点回復するんでしょ？で、黒のクリーチャーにぶつけられないんでしょ？だったらこれ追加コストってことないでしょ？なんかいい風に使えるんだよ、きっと。で、次のカード。で、マナチェーンズは1マナのエンチャントクリーチャーで、で、エンチャントされてるクリーチャーは、待って、知らない単語。あれか、ルイカップキープが、あぶねえ。想像力豊かでよかった。やばい。本当に想像力はもう無限の翼である。なるほどね。なんかその、貼られてるクリーチャーは毎ターン1マナずつ余分に払っていかないと死んじゃうと。うん。で、まあ1ターン目は1マナだけど次のターンは2マナと。そんな払ってらんねえよっていうので、まあいつか勝手に死んでくれるっていう、まあそういう状況かな。で、次のカード。次のカードはなんだこれ。ギルデッドストライク。おぉ。2マナのインスタントで、ターゲットクリーチャープラ1プラ0ゲインファーストストライクターン終了時までとワンドロード強っ。待って先制つくの超強バットリじゃん。え、先制ついたらさ、別にタフなんか上がらなくていいから、これで抹殺してワンドローすんでしょ。やっべんだけど、もう展開じゃん。すげえ極端な話したけど、超強い展開でした。で、次のカード。で、次のカード、顔が険しい、ラノアールセンチネル。おう、センチネル、あれが出てくるな。X-Men のやつが。で、3マナ23で、こいつが、come into play, 有名。あ、なるほどね。戦場出た時に、マナ払ってもいいっていう、なんかそういう特殊誘発ね。なんかその軌道っぽい誘発持ってて、で、2マナ払ったら、どうせランパンできるんだろう。なんかもう途中で分かったよ。多分そうだよな。え、違うわ。ライブラリフォー。あ、なるほどね。同盟のカード持ってこれると。はぁ。ああ、なるほどね。3マナ23だけど2マナ払うと、まあ、同じやつが出てくると。で、そいつも出てきた時に多分誘発起きるから、まあ、マナが大量にある状態だったら、もう一斉にこいつら勢揃いすると。ほー。で、次のカード。で、次のカード、ラバストーム。
ラーバストームは5マナインスタントでラーバストームディール2ダメージ。ラバのストームで2点しかいかないの？あ、違うか。イーチアタッキングクリーチャーか。2ダメージ、イーチブロッキングクリーチャー。なるほどね。まあ、行動してるクリーチャー限定だけど、まあ、全体2点火力だから。で、しかもその相手の戦場だけじゃん。アタッキングにせよ、ブロッキングにせよ。あ、結構いいんじゃない？コモンこれ。なんか昔ってか、この頃のカード強いよな。スペルにせよさ、クリーチャーにせよ。なんかリミテッドやったらなんか、マスクスとかよりもこの頃の方が面白そうな感じすんな。というわけで、まあ、俺が思うコモンたちのカードでした。で、残りアンコモンとレアのカードいこう。まあ、これがアンコモンレアとは限らないんだけどね。なんとも言えないから。で、さっき1枚目がこちらで、あれでしたね。その、ビスケリオンで。で、ビスケリオン多分アンコモンだから次もアンコモン。何これ？ボーダリアン、ジオニスト。なるほどね。ボーダリアのイリュージョニストか。3マナで22で、2マナタップでターゲットクリーチャーフェイズアウト。フェイズアウト出ました。次のターンまでないものとして扱うと。ないものとして扱うってやばいよね。なんかその気持ちはわからんでもないけどさ、漆黒のブラック忍者じゃないけど、なんかやりようあっただろうっていう。てか別にこの当時でもさ、別にリムーブして戻ってくるっていうさ、発想はさ、全然できたと思うけど、あえてないものとして扱うってね。やばいよね。そのまま永久にないものとして扱い続けそうで怖いよな。まあ、そのフェイズアウトしたものは次のターン戻ってくるから、まあ、ちゃんと覚えてればさ、普通にはできるんだけど、結構ね、挙動として分かりづらいよな。あるけど、あ、それないんでってやんなきゃいけないからさ。まあ、その後出たね、そのブリンクの方が分かりやすいよな。で、次のカード。おお、何これ？レベッカ先生の超美しい絵。セラーズ・ブリッシング。2マナのエンチャントで、アタッキング・ダズ・ノット、出ました。あ、攻撃は、タップする理由にはならない。あなたのクリーチャーは、アタックがそのタップする理由にはならないと。おお、だ、全体警戒与えるやつですね。どうだろうな、全体警戒って。まあ、その二重張りしても何にも意味ないから、なんか軽くてさ、いっぱい入れやすいんだけど、なんかその腐ってる部分がちょっと気になるね。で、まあ、でもレベッカ先生の絵だからね、レベッカファンはこのようにもうめちゃくちゃいるから、かなり当たりじゃないか。で、最後。おそらくレア。で、大体ね、俺ね、これ絶版パックでこれやると、もうレア通過してるの、よく起きてんだよ。だから なんか最後よくわかんないの出て、なんかあれがレアでしたみたいな、そういうのありそう。なんだろう。土地？土地なんかレアっぽくない？なんか焦土とかさ、その辺出たらさ、あ、レアだったって一瞬でわかるけど、なんだろう。なんかレアっぽいな、これ。ちょっと待って、読んでみよう。まずアンタップインできると。この段階で彼は偉い。アンタップインできる土地で、まあ無色なの出ると。で、2マナタップで、アンティルエンドオブターン、ユーメイプレイクリーチャーカード増えればまさかの、を俊足持っているかのようにクリーチャー出せると。これはね、多分、てかもうレアだろ。しかもなんかちょっと当たりっぽくない？土地でさ、ちゃんとアンタップインできて、で、2マナ起動で俊足持たせられるっていうのは、すげえ強いからね。だからこれはかなり、良さげんティスじゃない？そう、俊足ってのはね、まあ、ある種そのカウンターに対してもね、超強くなるから、そう、エンド前にさ、超ビッグアクション取ってカウンターされても、もう一回メインでさ、ビッグアクション取れるから、そういう意味でね、俊足はすごく強いので、全然ね、再録禁止とかにも引っかかってて、さらに、まあ、高騰してる可能性もある謎のカード、ウィンディング・キャニオンズでした。キャニオンか、読めた、ちゃんと。はい。まあ、いいね。絶版パックはね、読んでるだけで楽しいからね。まあ、そういう楽しい動画が撮れてよかったです。で、次。で、次がね、メルカディアン・マスクースでございます。マスクースはね、マスクースは多分マジックかなり下がってた時期のパックでさ、それはね、ちょっと参入したタイミングが遅かったから、マスクース思いでないけど、まあ世の中のさ、マジック王子たちはさ、もうマスクースと聞いた瞬間さ、もう興奮の色を隠しきれないような顔をするのが常だと俺は勝手に思ってるので、きっとこのね、パソコンの前でももう皆さんもう興奮の色を隠しきれてない。で、まあ匂いね、この頃いいんだよね。いいね。でもなんつうんだろうな。なんかね、なんかね、アメリカっぽくないんだよな。そう、アメリカのケツって感じの匂いがしないから、この匂いをね、ちょっと誰かとね、ちょっと本当にね、鼻が利く人間と語り合いたい。そして見ろ、なんか、こう色違うじゃん。これはまさかフォイルの前兆じゃない？やば。まずめくってみよう。おそらくね、コモンから始まるはず。ダメだった、アンコモンから始まったわ。
脳なしかお前は。はい、じゃあまあ、あんこあんこあんこレアで、で、こっから古文ですね。はい、古文1枚目こちら。でっけえアリ。え？デッドリーインセクト？もう小学生の俺がなんか名前つけるレベルの、やばいじゃない？なんかやばい虫の名前考えてよって言われて、デッドリーインセクトじゃないっていう。デッドリーってさ、俺小学校の時めっちゃ流行ったわ。なんかデッドリーなんとかってなんかもう、ありとあらゆるものにつけてたもんな。その工作の授業でも戦車作ってももうデッドリー戦車だし、で、手を十字にして攻撃するのをデッドリーアタックって呼んでたし、ちなみにデッドリーアタックを知ってる人間は、マジで小学校同じだからコメントください。で、このデッドリーインセクトは5マナ61で、can't be the target of, あ、なるほどね、被覆が強いんだけど、61被覆とかさ、戦場でさ、クリーチャー使わないデッキはさ、もう殴られ続けるしかないじゃん。まあ、ただクリーチャー使うデッキはさ、もう11ブロックさせたらさ、死ぬから、まあ全然大したことないけど、そうね、ノンクリーデッキとかはね、かなりこれに困らされるので、古文にしてみればすごいよね。で、次のカード。で、次のカードはこちら、何これ？バロン・ペデラー。バロン・ペデラーは、3マナ22で1マナタップでカード1枚捨てると、ターゲットクリーチャーに飛行を与えると、なるほど、飛ばすのに結構金取るな、こいつ。こいつはちょっと待って、体に対して顔残念すぎるだろ？やばいでしょ？こいつはこの体だったらさ、顔もうちょっとちゃんとしたらさ、他の人生あったぞ。いや、これはね、もうマジで、マジで残念な、あれだね。うん。そのボディが良すぎるだけあっても、顔の残念さがもう耐えられない。で、次のカード。おー、やばい。なんかもうすごい。もう、気合満点のイラスト。え？カテランか。カテラン、パー、さ、パーサだ。カテラのパーサだ。2マナ21で1マナタップで、え、待って待って。サーチュアライバリーフォア。マーセナリー。マーセナリーってあれか。え、違う、レベルじゃないか。マーセナリーってなんだよ。え、フォアマーセナリーカードウィズコンバートマナ。あれ、レベルのこと、マーセナリー。違うよな。マーセナリーっていう部族もあるんだ。そう、マスクスはさ、レベルはあれ、ネミシスだっけ？まあ、とりあえずその部族をサーチしてくるみたいなギミックあって、まあ、このマーセナリーを、サーチしてこれると。だからまあ2マナだけど、まあ1マナ以下のマーセナリーをもうガンガンね、展開していけるぜっていう。すごいよな。アド稼げる古文の生物。しかも2マナ21だからね。飽きたらブロックしてタフニーを殺そうっていうカードでした。で、次、ブレスターメイシ。名前かっこいいね。3マナ22で1マナでタップしてカード1枚捨てると、ターゲットの壁を破壊すると。やっべ。マジかよ。カメレオン殺すと死んだじゃん。あ、でも壁、で、あれか、この時ってさ、防衛のさ、隠語なんだっけ？防衛と壁がなんか一体化してたんだっけ？ちょっとわからんティスなんで、まあ、その辺のはちょっと置いておこう。で、次のカード。で、ベンディッタ。ベンディッタは1マナのインスタントで、なになに、どうなんの？デストロイターゲットノンブラッククリーチャー。あ、なるほどね。1マナでインスタントで黒以外破壊して再生できなくて、ユールズ、ライフイコールトゥーザクリーチャータフネス。なるほど。だから1マナでさ、黒以外何でも殺せるけど、それのタフネス分ダメージ受けちゃうと。だからなんかソープロの、なんかクラウバンか。だからこっちがさ、ガンガンライフ詰めるデッキだったら、ソープロよりも強いよね。うん。そうだね。あ、これ結構いいんじゃない？ 1 マナで、まあ、黒殺せないっていうのがさ、まあ、マジック5色しかないうちのさ、そうだよね。これポケモンとかだったらさ、その悪ポケモン殺せないとかだったら、まあ、なんとかなるかなってなるけど、5色しかないうちの1色ね、効かなかったら、もうそれはかなりしんどいから。で、次のカード。スクアール。スクアールは、3マナソーサリーで2ダメージ。あ、飛行に2点。よーわ、マジかよ。待って待って。垂直落下さんがもうお怒りだぞ。え？あ、でも書くか。ごめん、失礼しました。全体2点ね。あ、そういうことね。まあ、飛んでる奴らがさ、もう山ほどいたらさ、もうそいつら全員死亡っていうので、まあ、ソーサリーだからね、なんかその相手の戦闘まで生かして発射みたいなことはできないけど、まあ、それでも、優秀と言えるのかもしれない。で、次、ナイト・ウィンド・ギルダー。ナイト・ウィンド・ギルダーは3マナ21で、フライング・プロテクション・フロム・ブラック。強っ！待って、3マナ21飛行で、お前やるやんなのに、プロテクション黒！さっきも言ったけどね、マジックね、5色しかないのに、そのうちの1色に対して完全無敵はね、やばいよ。え？古文？こんなんだって殴りに行ってもさ、相手詰めれるし、ブロック行ってもさ、黒タン詰むしってので、
こんなやべえやつがまだこの世にいたとは。で、次のカード。ミステップ。ミステップは2マナのソーサリーで、クリーチャーターゲットプレイヤーコントロールズ、ドントアンタップデュアリングザットプレイヤーネクストアンタップステップ。はぁ、あ。え、待って、クリーチャーズ、あ、なるほどね。対戦相手1人のクリーチャーが次のターン全部起きないと。で、ソーサリーかよ。これインスタントだったらさ、いや、あんま意味ないか。そうだね、ソーサリーだよな。そう、寝てるやつにしか効果ないから。あー、まあそうですね。ミステップでした。で、次。フリッシュ・ボルニステアーズ。はぁ、あ。2マナ22。あ、ごめん、完全にバニラだったわ。もう読めるところはもうフレーバーしかなかった。あ、で、レベルだった。そう、レベルだから、まあ、さっきのあのマーセナリーと同じで、そのレベルを持ってくるってカードがもう山ほどあるので、まあ、それで、まあ、バニラながらも、まあ、後々ね、デッキから飛んできてくれたりするので、まあ、そのレベルをね、駆使して戦おうっていうデッキでは、もしかしたらもうクマ以上ね、活躍できるかもしれない。で、次のカード、こちら。ボグ？スムグラス。もうみんななんかさ、このさ、なんか皆さんは読めるだろうけど、俺が読めてないっていうモヤモヤをさ、なんかすごいあのストレスとして感じてたら本当ごめんなさいね。で、3マナ22でスワンプはウォークと。あー、てかこの頃本当にあの、なんか色へのさ、ヘイトやばいよな。黒使ってるだけでさ、もうあのブロックできなくなるとかさ、なんでこんな目に遭わなきゃいかんのだっていうので、まあ黒単相手には超強いね。てかまあ黒絡んでるだけで強いよな。3マナ22アンブローはね、まあ、黒としてはかなり優秀かな。まあ、青はちょいちょいいるんだけど。で、あと、まあ、マーセナリーだから、さっきのやつからね、まあ、さっきのやつは1万以下だけど、他のマーセナリー、あの、持ってくるやつからね、持ってこれるから。で、次。はい、謎の古文のカード。なんかでも見たことあるな。サンドストーン、ニードル。おぉ。なるほどね。サンドストーンニードルは、石岩のトゲ。超簡単な翻訳。まあ、とりあえず確定タップインの土地でタップして、あ、違うか。確定タップイン兼2個カウンターが乗った状態で出る土地で、で、タップしてカウンターを外すと、アドトゥレ、あ、なるほどね。2色マナ出せんのか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。だからまあ1ターン目さ、そのテンポロスになるけど、まあその後2ターン続けて、まあ2マナ出る土地だから、結構どうだろうね。そう、1回分のテンポロスはでかいけど、その後さ、2マナ2回埋めるわけじゃん。ちょっとね、もしかしたらね、どこかに居場所があるかもしれないカード。なんかあの、気になった方はね、ぜひ逃走者とかでね、使ってみよう。で、ここからがアンコモンとレアのゾーンで、もしかしたらフォイルもあると。で、フォイルがあった時は、もうすごいね、もうスーパービッグヒット。それを期待しよう。で、まず1枚目アンコモンのカード、アップヒルバトル。アップヒルバトルは3マナのエンチャントで、クリーチャーユーオポネントプレイカム。あ、なるほどね。相手のクリーチャーが全部タップ状態出ると。なんか赤っぽくないな。赤ってさ、もうそんなやるぐらいだったらもうお互い速攻で殴り合おうぜみたいなカラーだから、結構ね、なんかこういうこすいことをするのは、なんか青っぽいけど、まあ、とりあえず相手のクリーチャーが、まあ、寝て出てくるから、まあ、殴るデッキだった時にね、まあ、ガンガン攻撃通していけるので、まあ、テンポロスとアドバンテージがこれに1枚使われるけど、そこそこ、アンコモンらしいっちゃアンコモンらしいかな。で、次のカード。うわー、なこれ、カメレオンスピリットか。カメレオンスピリットは4マナ保証しで、こいつ、まあ、出るに際して、カラーを選ぶと。で、カメレオンスピリットパワー&タフネスは、each the number of permanent of the chosen color you opponent control. 対戦相手がコントロールしてる、俺が選んだ色のパーマネントの数っていうことね。あー。でもなんか回避能力とかさ、除去耐性とかも何にもないから、で、相手別にさ、そんなパーマネントさ、まあ、よほどトークン使うデッキとかじゃない限りは展開しないから、4マナ払ってもさ、4いかないんじゃないのこいつ。なんかアンコモンだけど、なんかそのギミックこそさ、いっぱいあって、なんかいろんな遊び方ができるぞだけど、実戦値超低いカードと思った。で、次。はい。アフターライフ。おう、アフターライフは3マナインスタントで、デストロイターゲットクリーチャー、if can't be regenerated。おう、3マナでマジでクリーチャー殺すので、いつコントローラーなるほどね、11が生えてくると。まあ、3マナで有無を言わさずクリーチャー殺せるけど、その代わり11のフライヤーだよね、これ。11飛行っていうさ、まあ、毎ターン1点ずつダメージ与えてくる、結構面倒な存在が出てくるので、まあまあでかいデメリットだけど、まあ、3マナだから、まあ、当時は使ったんじゃないかな、アフターライフでした。で、最後、レア。行きましょう。マスクスのレアといえば、こっち、おファクトか。ファクトなんかあるかな、土地だったらね、リシャップあるけど。アーティファクトのクリーチャーじゃないもの。なんでしょう、こちら、ジャカジャン、ホーン・オブ・レイモス。
あ、これさ、結構、これサイクルだよね。なんか強かった気するわ。はあはあ、待って待って。そう、これね、先週の話じゃないけど、これの赤を、そう、M さんはね、強いと言って、レガシーとかでも使ってて、まあ、3マナのマナファクトで、で、これ緑なんだよな。うん。3マナのミドマナファクトで、サクると、まあ、ミドマナ追加で出るから、まあ、普通にね、ミドマナブーストしつつ、なんか、いざっていう時は、その、まあ、タップしてミドマナ出す、サクってミドマナ出すっていうので、まあ、2マナ分出せるから、本当にね、いざっていう時は、まあ、そうやって使うこともできる、まあ、サイクルのカードですね。まあ、ホーン・オブ・レイモス。どうだろうね、結構ね、買えないカードだと思うよ。うん。なんか、その、即座に2マナ、いつでもブーストできますっていうのは、うん、あれないよね、他の、そういうの。だこれはね、もしかしたら、このサイクル実はなんか何色かはね、当たりカラーかもしれないので、うん、なんか後で値段見るのちょっと楽しみだな。ただね、緑はね、基本的にそのランパン手段とかさ、大量にあるから、緑のね、マナファクトはね、大体弱いんだよな。はい、というわけでね、今日はね、もう超大量にいただき物して、もう何から開封していいか分かんない結果、まあ、ウェザーライトとね、マスクスを開封させていただきました。まあ、楽しかったね。で、まあ、これはさ、やっぱりなんかある程度さ、まあ、俺も楽しい気持ちで開封できるけど、この人たちだよね。この辺とかさ、どういうタイミングでやればいいのかな。もう年末とかじゃない？なんかあんま下手なタイミングでさ、開封してももったいないから、まあ、やるんだったらね、なんか準備とかしてさ、まあ、準備っつっても別に俺が服着替えて後ろにグリーンバック立ててやるだけなんだけど、なんかある程度その前情報とか入れながら、まあ、やろうと思うので、まあ、この辺はね、ちょっと後になるかもしれないですけど、あ、できる限り今年中にはね、開封しようかなと思っております。はい、というわけで、まあ、今日の動画は以上になります。で、まあ、こんだけね、素晴らしいものを送ってくださったんですけど、なんとね、この後にも誕生日プレゼントですって、もう一個箱が来たんですよね。まあ、ただそれはね、なんか DM に書いてあったんだけど、まあ、そんな高価なものじゃないですって言ってたけど、なんか喜んでもらえるものが入ってますって書いてあったんで、なんか逆にね、それはそれで、なんか一体どんなものが入ってんのかなっていうので楽しみなので、まあ、それもね、近々開封しようと思ってるので、なんかそっちとかもね、まあ、楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次の開封動画でお会いしましょう。さよなら。